平野仕様じゃないの非日への YouTube テロップにミス発生か。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ジャニーズ事務所が動画配信サイト YouTube に開設したジャニーズ JR チャンネル。現在、えいえグループ、火曜、少年忍者、水曜、リル関西、木曜。 七面侍、金曜、美少年、土曜、ヒーッツ、日曜がオリジナル動画を投稿中だが、その出来栄えはみに様々。そこで、所詮ジャニオタ向け、と切り捨てるにはもったいない動画と、ジャニオタでもしんどい、動画をジャニーズウォッチャー中村千鶴子が解説案突っ込み。今回は、5月25から31日公開の動画を注目度順にチェックします。 リル関西島崎とは、20歳になった西村拓也に、いつも側にいる、とメッセージ。5月25日更新の動画は、リル関西、西村拓也20歳、誕生日おめでとう、感動の手紙。再び、再生回数は6月6日時点で16万台。今回は、4月19日に20歳になった西村拓也を他の4人がお祝い。 西村は4つのプレゼントを開封し、誰からの贈り物なのかを当てるという企画だ。予想が外れた場合は、購入者の元に戻る。横向き心が楽、生倉スマート耳かきといった西村の好みに合わせた商品が続々と登場しクッションを抱えるあざとい。西村3分55秒。コロラッピング袋を頭にかぶる。 トーマ5分34秒、コロ喜ぶ西村を見てよかったよ、から、と安堵する大西風が10分57秒、コロ、などリル関西メンバーの可愛らしい一面が随所に見られる一本となっている。後半では、他のメンバーが西村に当てて書いた手紙を朗読。中でも個人的に印象的だったのは、島崎とあの言葉だ。 20歳になったことで、同時にいろいろ縛られることがなくなるとともに、今まで以上に自分の一つ一つの行動に大きな責任が伴うようにもなってる年と思います。と言い、20歳から完全に大人っていう見え方をすると思うので、いろんな大人たちの見られ方やったり、悩んだりするかもしれませんが、リル関西4人はいつも側にいるし、味方なので、 相談とかもそうですし、いつもみたいにいっぱい笑いあって、気を紛らわしたり良いように使ってください、とメッセージを送った。確かに、20歳ともなれば、主席に参加する機会が増えたり、こういう関係も広がっていく年頃だろう。 西村より年下で、現在19歳の島崎が、今まで以上に自分の一つ一つの行動に大きな責任が伴うという意識や心構えでいることに思わず感心してしまった。七面侍、大好評の巨大シリーズも、ヤバな例はなんでこんな続くんだろう。5月26日に上がったのは、七面侍。 巨大マキス司お米40号で作ったらありえない大きさに、再生回数は6月6日時点で15万台。7面侍の動画ではおなじみの巨大シリーズ企画第7弾となる今回は、巨大マキス司にチャレンジしている。材料はお米4号、きゅうり32本、卵焼き 4kg など相変わらずの大ボリューム。 通常の海苔巻き約60本分の上位のり巻きを作るという材料や道具を手配するスタッフも大変。オスのツンとした匂いや下準備に苦戦しながらも、計40枚ののりを並べて、いよいよ巻く工程へ。キュウリが苦手な馬の大器、卵はいらないという佐々木大光のため、それぞれ食材の配置を工夫したゾーンもあった。 無事に巨大のり巻きが形になったのかどうかは、ぜひ今動画で確かめてほしい。ちなみに最後の試食タイムで、メンバーは味について正直な感想を口にしており、ヤバなれからは、最後、試食後のメンバーの意見ボロクソなのに、なんでこんな続くんだろう。このシリーズ笑い、という本音も。しかし、巨大シリーズファンは多いようで、コメント欄やツイッターには、 巨大シリーズ、待ってました。ジャニーズファンではないけどこの巨大シリーズは本当に楽しみにしてる他のグループのファンなのに7面侍のこの企画が好きで何回も見ちゃう、と好意的な意見が寄せられていた。美少年のダンス動画、不所引きの T シャツにファン注目。5月27日にアップされたのは美少年ダンス動画ビッグウェイブダンスプラクティス。 美少年のオリジナル曲、ビッグウェイブのダンス動画を初公開している。概要欄にはかなり激しく動き踊ってます。アクティブな僕たちを見てもらえたら嬉しいっす。原文ママ、イカドウ、と記載がある通り、難しい振り付けというよりはジャンプの多さが目を引く一曲。真似をしたら良いダイエットになりそうだ。 終了後、一同はヘトヘトの様子で、不書引きはどんなダンスナンバーよりもきついです。とぶっち焼けていた。なお、ファンの間ではその婦女が着用していた T シャツが話題に。これは、スポーツウェアメーカーアディダス、アディダスに似ているロゴの下に、ヒデイズと書かれているデザイン。ネット上ではこのロゴに見覚えのある人たちが、岐阜県白川郷のお土産なのではないか。 と指摘していた。すると、同県にあるお土産屋のツイッターアカウント、白川号、ひなみさはお土産ところ語り部、が、27日に、美少年、の諸引くんが、ひだです、シャツを着てくれていたようです。星々、白川号お土産ところ語り部、で、販売しています。音符サイズは M、L、X、L の3サイズです。美少女、の皆様いかんでしょうかと PR。 添付した写真に写っている T シャツはまさに扶助が着ていたものと同デザインだった。この投稿では申し訳ありませんが T シャツはネット販売しておりません。と報告していたものの29日に2店舗の営業もありますので一気にたくさんはお出しできませんが皆様のリクエストにお答えしまして音符、ベースを利用して5月30日正午よりネット通販開始いたします。 と発表。早速美少年ファンが購入したのか、30日午後7時台には、ネット販売完売、また再販する際は、ツイッターにてお知らせいたします。とツイートしていた。なお、今動画の再生回数は6月6日時点で28万台を記録している。ヒージェッツ、翔くんは平野塩化桜井翔か。 5月28日の動画は、ヒージェッツ、近況トーク、最近のお仕事について報告会、再生回数は6月6日時点で18万台。今回は、ラジオ風企画、ハーイトーク、で、なんと28分超えの長尺となっている。トークテーマは、最近の個人の活動について。 メンバーそれぞれが出演した舞台、映画、ドラマなどを振り返りつつ、近況報告をしている。なお、冒頭でいがりそうやは、これ流れるのが5月28日、らしいんですよ。とっくに、大人馴染みは始まってますね。と、発言。井上瑞希とモデルで女優久ュ伝林香がダブル主演を務めている映画に言及していた。 また、映画、ヴィレジ、4月21日公開に出演した佐久間龍とは、主演の俳優横浜流れ星とどんな会話をしていたのかをトーク。猪狩がどんな話したのと聞くと先輩の話。横浜は、丸山くん、患者にええと丸山龍平、とめっちゃ仲良い、と回答。丸山くんなんだ。 だって翔くんも仲良いじゃん。猪狩、俺も、そのイメージ強いわ、井上、との言葉を受け、佐久間は、翔くんも仲良いよ、みたいな話してて、と思い返していた。SNS 上のファンの書き込みによると、当初この部分には、患者にエイトの丸山くんと仲良い、桜井翔くんも仲良いよ、というテロップが入っていたそうで、動画を見た人からは、翔くん、君って、平野仕様じゃないの おそらくがりくんは平野仕様の方の翔くんの名前を出してくれたと思うんだけど、突っ込みが続出していたとか。というのも、平野と横浜は2018年公開の映画、ハニーで共演。以降、バラエティ番組などで、二人はプライベートでも交流があり、電話で話す仲だと公言している。 なお、平野といえば5月22日をもってキング・アンドソ脱退し、ジャニーズ事務所を退場。YouTube スタッフは単純に勘違いで嵐桜井の名前を記したのかちなみに今動画はその後編集され、現在は該当のテロップは削除済み。視聴者からは間違えていた桜井翔くんのテロップが消えてた。キトゥーブへのスタッフさん。 仕事が早い、ヒトゥー部への桜井翔くんテロップがなくなってた。スタッフさん、仕事が早い信頼できる、と評価する声も上がっていた。狂犬 A え。グループ松沢聖也、ドライブ企画でブチギレ。ええグループの動画は、5人の差の詳細、ショートニュービーフェスティバル。5月29日、都駅看板を激写せよイン福岡、切りまくりの切れまくり。 カラナビはもっと早く編30日の2本がアップされている。1本目はプリマビスタスキンプロテクトベースカオーの PR 動画。佐野詳細が主役、他の5人が監督となり15秒のショートムービーを撮影している。監督の無茶ぶりで佐野は臨機応変に様々な姿を披露。 中には、ひどい扱いを受け、しんどい、二度と一緒にやりたくない、などと愚痴をこぼす一幕もあった。二本目は、16日よりスタートしたドライブ企画、駅看板で文字数対決イン福岡の、の完結編。組み合わせは末沢聖也、運転担当、佐野草間リチャード啓太と、福本大晴れ、運転担当、小島健正門領機チーム。 二組とも勝利を確信しており、自信満々のまま結果発表となった。なんと各々のコースは丸かぶりしており、どちらが早く駅の看板を撮影しているか、時間で争う展開に。特に末沢チームはお家芸いざこざが炸裂。ドライバーの末沢と地図を見ながらナビをしていた佐野久様が小競り合いをする展開にニップ。 特に、お前らが、次の道を言うの遅いってことや、マリオカートしてるんと違う。ゲームちゃうねん。すぐ曲がれるもんちゃうねん。11分頃といった松沢の口劇は見ていて気持ちいいほど切れ味抜群だった。再生回数は1本目が36万台、2本目は30万台。6月6日時点。少年忍者織山正代は、ギリギリまでこのグループで頑張りたい。 5月31日の動画は、少年忍者、折山正代の最新プロフィール、メンバーが更新します。再生回数は6月6日時点で13万台。折山正代のメイン回で、バサヤが渡る、織田正肘り、川崎孝樹、黒田孝樹、元木優も出演している。今回は、折山以外の5人が彼のプロフィールを作成していくという企画。 前半は、製剤や血液型など、意味不明な情報を勝手に付けたし、嘘プロフィールを作っていった。そんな中、折山のプロ意識やグループ愛が垣間見える場面も、ステージ照明へのこだわりが感じられるエピソードを明かしたほか、川崎、深田流星との食事会では、深田がギャン泣きしたという話に、折山は自分が忍者愛を語っちゃったのよ。 で、ギリギリまで、このグループで頑張りたい、って言った瞬間、ブワーって、深田が泣いていた、と、暴露したのだった。また、折山の長所として、川崎は、頭の中に、少年忍者メンバー21人飼ってる、こんな曲あるよ、って聞かせると、あーってきた。っていうの。初めて聞く曲でも、聞きながら、多分頭の中で忍者が踊ってるんだよ。構成が、飛べた褒め。 元気が天才振付師や、んと称賛した一方、小田からは田村海流にだけ甘すぎるというクレームも寄せられていた。甘すぎる。